か何がいいんだっけ飲み物。あ、カルピスお願いできる？あ、わかった。ミカさん、高校の時嫌われてたらしい。マジで？こういう感じしないの？ね、やばいよ。やばすぎる、ね、マジか。やばい。私はある日聞いてしまった。親友のミカが噂されているまさにその瞬間を。私はその時ミカと電話をしていて、彼女が電話越しにくしゃみをした瞬間、まさにその瞬間、近くにいた女子たちが彼女の噂をしていたのだった。ああ、このくしゃみは、もしかしてまた私のことを噂してるかな。本当に、そうだった。もしもし、あゆ聞いてる？あ、うん。あ、もしもし。邪魔していただくです。なんだかんだ。それから彼女は周りから避けられるようになった。私もみんなと同じように避けるようになってしまった。ミカ、ごめん本当に。昔のことなんてどうでもいいはずなのに。ねえねえ、あゆってさ、彼氏いるの？え、いないよ。だよね、男子苦手そうだし。うん、そうだね。え、何話してんの？あ、ゆうくん、ね、今日の課題やった？私全然わかんなくて。あ、ごめん、それ俺もやってないわ。ゆうくんがやってないなら私もやらなくていいよ。なんだよそれ。え、田崎は？あ、やったよ。え、マジ見せて。え、私も私も。え、いいよ。なあ、本当にゆうくんってかっこいいよね。私狙っちゃおうかな。え、何言ってんの？ゆうくんは感情用に限るでしょう。誰かの彼氏になるなんてありえないし、みんな許せないって。確かに嵐みたいなもんだもんね。誰も釣り合わないよ。疲れた。ねえ、ゆうくん、なんで学校で名前で呼んでくれないの？いや、仲いいって思われんじゃん。付き合ってんのバレてみ。お前いじめに遭うよ。俺がお前のこと守ってやってんの。いや、そんな名前呼んだぐらいでバレるわけないじゃん。うるさいな。とりあえず表ではただのクラスメイトでいた方がお互いのためだって。ほら、こっちおいで。彼は自分の今のアイドル的地位が恋しいだけだ。私のことなんてこれっぽっちも考えていない。じゃあね。何？あら、こんにちは、あゆちゃん。久しぶりね。あれ、隣の彼氏？いや、大きくなったわね。いや、またミカと仲良くしてくれてありがとうね。あ、いえ。それじゃね、バイバイ。やばい、ミカに告げられてミカが私たちが付き合っていることをクラスの子に喋ったら、私は現在の社会に当てはめてみましょう。あなた方の恋人、家族、友人、まあ言ってしまえば電車で出会った人、食堂で席が隣になった人、前に座っている人。田崎、風邪か？最近コロナが流行ってるからな、不織布のマスクにしておけよ。はい。今のくしゃみ、もしかしてミカが昨日のことバラした？
おばさんに口止めしておくべきだった。いやでもみんな授業中で話してなんて、スマホバレたらはぶられる。今日はここまで、来週は恋人のラブについてやるから、今日のやった家族のラブ、友人のラブをしっかり復習しておくように。はい、それじゃあ終わり。また今度こそ噂されているのかも。みんなこっちを見ているような気がする。どうしよう。どうしよう、付き合ってるのバレちゃったかもしれない。何が、なんで。いや、なんかめっちゃくしゃみしちゃって、多分噂されてるってことだから。どうしよう、付き合ってるのバレたら学校でハブられちゃう。何言ってんの、そんなんで噂されてるなんて分かるわけないじゃん。頭おかしくなった。いやでも私、ミカがくしゃみしてるとき噂されてるの本当に聞いて。アホらしい、早く帰んなよ。いや待って、私は彼の何なんだろう。もしもし、ミカ？どうしたの？あゆからかけてくるなんて久しぶりじゃん。急に無視されたから私寂しかったよ。いや、ごめん、本当にごめん。それどうかした？なんか用なの？みんなに何か私のことを話したりした？あ、いやごめん、なんでもない。明日が来るのが怖い。